お疲れ様です。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロです。今日紹介するのはバンダイ SH フィギュアーツキャットウーマンことセリーナ・カイル、そしてバッドポッド、この2品を紹介します。バッドポッドはバッドモビルタンブラーの前輪部分をベースに分離変形するオートバイで、映画ダークナイトに登場したバットマン用のオートバイ、続編のダークナイトライジングでも使われ、セリーナ・カイルも登場しました。ちなみにこの SH フィギュアーツのバッドポッド、販売価格は 11,880 円税込み。作りとしてはプラスチックパーツがほとんどで、タイヤはパッと見ゴム製のようなんだけど、意外と固めでクッション性もありません。販売ページの紹介では、タイヤの横回転ギミックを入れ込んだバッドポッドフィギュアの決定版って書かれていたんだけど、この横回転ギミックがただ回るよっていう程度のもので、劇中再現を歌うんだったら、モーターで高速回転させるぐらいのギミックでないと、正直つけなくてもいいやっていうぐらいの感じです。ホットトイズの6分の1スケールバッドポッドが税込み 42,000 円なんだけど、それからしたらこの12分の1スケールの SH フィギュアーツ版は 12,880 円っていうのはちょっと高すぎるかな。感覚的に 4,400 円税込みぐらいでちょうどいいような商品ですね。あとオートバイといえばSH フィギュアーツ仮面ライダーシリーズがたくさん出てるんだけど、このバッドポッドも例にたがわず、セリーナ・カイルもバットマンも非常に乗せにくく、スタイル的にも決まらない、そんな感じの微妙な商品になってます。それじゃあセリーナ・カイルの可動箇所を見た後でバッドポッドに乗せてみたいと思いますんで、最後までご覧ください。ではどうぞ。
聴ありがとうございます。動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。